これをね、はい、後ろにつけてあげて、はい、いいよこれ。はい、これで超簡単じゃん。もうパン棒いらないんじゃないっていう。皆さんこんにちは。こんにちは、ティーベース鉄道です。長崎です。今日もですね、うん、機材障害、ありがとうございます。長崎さんによる機材障害になりますけど、はい、いいんですかこんなに。いいですよ、どうぞ。何回も、はい、ありがとうございます。結構お客さん楽しみにしてる方多いみたいで、うん、ありがとうございます。まあコアであればあるほど機材ね、うん、いいと思うんですけど、うんうんうん、今日はじゃあ何でしょうね。はい、はい、今日はですね、はい、皆さん現場で、はい、現場で三脚を使っててですね、はいはいはい、パン棒で困ったことってないですかっていう、はい、あ、僕はね、パン棒で殴られたことは昔からあるそれは、ね、困りましたね、それは、ね、それは、はい、すみません、僕もあるんで、もうちょっとダメだな、これあるって二人とも言っちゃダメなやつじゃん本当マジで痛かったな。パン棒わざわざ外して殴るってことですか。こっちとこっちどっちがいいっていう。いや、どっちが嫌だなちょっとパン棒ちょっと取ってもらって。いや、どっちもやだよ、これ。こっちとこっちどっちがいいってね。こっちってこれっすよ。ギザギザ。そんなん言うんすか。ねえ、一応選ばしてくれてたんだなっていう優しさですかね。うん、このだからこのパン棒にまつわる今日はお話ということで。はい、そうですね、はい。うん、まあ、その殴った殴られたっていうことではなくてですね、うんうん、パン棒自体って、うん、これ何センチぐらいですかね。30センチぐらいかな、うんうん、やっぱ30センチぐらいあるもので、うん、もちろんこうやってつける人とかこうやってつける人っていろいろ角度、うん、ね、そのカメラマンによってこう持つのかああ持つのかみたいなことを覚えなさいとかとも言われたり。自分どうですか。自分はこうのこう持ちだったんですけど、うん、途中からこう持ちになりました。こう持ちだ、下にちょっと下がってるじゃないですか。そう、への字ね。への字の下ってこれ結構むずいっしょ、はい。なんかね、でも学校でこう持てって言われたんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんかこの方が動かしやすいみたいなことを言われたんですけど、うん、明らかに動かしづらくて、うん、それ、ね、こうなりましたね。やっぱ下のこれがいいんですか。うん、これはね、先輩がそうされてたんですよ、うん、僕の師匠が、うん、だから、うん、こうなったっていうか、うん、別に正直こうでもできなかないんですけど、うんうんうん、先輩がこうやってたからこうなったっていう、なんかその、うん、真似して上手くなりたいみたいな、うん、はい、憧れです。まあ、自分もこうなんですけど、はいはいはい、これだとやっぱね、はい、パンの時ちょっと変なんですよね。あ、違和感がね、うん、入らないんですよね、上行く時もなんか変なんで、はいはい、自分もこれでまっすぐっていう人いたんですよね。えっとね、こう、あー、そういうことね、こういう人、はい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 、まっすぐにしろっていうんですよ。はい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 、でもいるかもしれないですね。これいましたよね。うん、ちょっとね、面白くなってきたけどパンの、うん、パン棒ってどうなんですか、これ。例えばその、これもあるじゃないですか、これ。はいはいはい、これはどうでした。一番短い長さ、一番短かったですね。一番ショートでしょ、はい、で、もともとなかったものもありましたよね、昔ね。昔は僕が使ったのはビンテンだったんで、うん、こういうね、うん、ジョイントはなかったはずですね。ビンテンもジョイントないですか。ないやつありました。いや、あるやつもあったと思うんですけど、ないやつあった。昔のビジョン10はなかったと思いますね。ベージュ黒のこれね。そう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 。あのね僕の友達でこれをね、はい、うん、ここで切ってる人いたんです。これ切って、はい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 、ね、はい、そのままくっつけてた人がいて、はい、超短くて こんぐらいしかないんですよ、パン棒。はいはいはい、それやりやすいって言ってますね。今日はね、うん、そこら辺の話をちょっとしたくてですね、はい、パン棒長くないっていう、はい、こんな長いのいるかっていう。これ ENG でしょ。そう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 。でこれ、こっちはこれデジの。デジ、はい。まあ大体長さやっぱ一緒なんですね。あ、なんなら ENG の方が短いのか。長いよこれ。なんでこれにしたのかちょっと教えてほしいんですよねなどういう根拠なんだっていうことですよね。これって昔はもっとねカメラが大きかったからなんですかね、うんうんうん、それ分かるんですけど、うん、これ伸ばせば伸ばすほど、うん、その難しくなるじゃないですか。そうですね、距離がないから。作用点力点みたいなことで言うとね、そうそうそう、ここだったらこれでできるけど、うんうんうん、ここだとどんどんどん遠くなればなるほど、うんうん、体が開いてってやりづらいじゃないですか、うんうん、なんでこの長さにしたんですかね。ただスポーツだとか、はい、例えば、まあ、それこそモータースポーツとか、うん、なんか速いことを、うん、ものをパンしなきゃいけない時って、うん、やっぱりパン棒自体をこう長くして力を、うん、そうなの、はい、まあ、その、うん、短いと力が
入りきれないっていうか、あそうなんだ、パワーが必要じゃないですか。あそうなんだ、遠ければ遠いほど、うん、あの力が少なくて、うん、あそういうことか、いけますよね。テコの原理みたいなことなんですかね。遠い方が力入りやすいってことですか。はいはい、うん、分かる分かる、その違いだ。はい、ただま、はい、そのまあ、スポーツとかやるには多分長くてもいいんですけど、はい、例えばドラマを撮る、はい、ドラマ撮る、あと、まあ、キヨさんもこの、はい、あの前の、ね、動画でやりましたけど、はい、ちっちゃいもののパン、はいはいはい、これ今あの空があって電車がこう向かってきてるって絵なんですけど、このポジの中をパンしたりとか、なるべくカメラは触らない。で僕はパン棒もあんま触らないです。なるべくここのお釜といいますか、ヘッドだけ触ってやります。ちょっといきます。で息止める。あというふうに写真のポラのね、はいはい、中をパンするなんて時に、はいはい、じゃあここ持ってたらどうかって言ったら、できないですよね。これできねえ、いくら上手くなったとしてもちょっとね、うん、あえてここ持つ必要はあるかっていう気がしますよね、うんうん、やっぱりこの根元側を持って、うん、ペン持ちですよ。そうそうそう、ゆっくり動かしたいっていう時あるじゃないですか、うんうん、であとあるあるだと思うんですけど、部屋がですね、うん、狭かったりするときとかラーメン屋ね。そう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 、こうやってなんかこう、はい、こういうところでしたいときって、はい、そうなんだね、当たっちゃうんですよこれ、はいはい、横にはね、はい、パンはできるものの、はい、チルトできないとか、はいはい、だからもうしょうがねえっつって、はいはい、やってたな。これもう外して、うん、おいしくもいかないから、うん、持ててっつって、うん、でこう、うん、こうやってやるみたいなね。なるべく引きたいから、ね、そうそうそう、ね、なるべく引きたいし後ろ下がりたいんだけどパンボあって下がれないとか、うん、いう時があるじゃないですか、うんうん、ある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 っていう時で、ね、ちょっと前置きが長くなりましたが、うんうんうん、すいません、うん、こんなものを買ってみました。今日はいいねこれ、はい、ナイシーリグさんから出てるですね、この超えた商品なんですけれども、うん、どうやって使うの、うん、っていうことなんですけど、うん、ちょっとこれね、使えるところが限定されてしまうっていうところで、あの大変申し訳ないなっていうことではあるんですけど、今回は FX6 ですね、うん、ソニーから出てるにこういったプレートをつけて、うん、でここにね 15mm のロッド、うん、めちゃくちゃ短いんですけど、うん、をつけてます、うん。あのこれがつくことが前提とした使い方なんですけど、うんうん、こちらの商品ですね、うん、このお尻につけてあげまして、ロッドサポート、はい、まあ、ロッドの太さと同じ感じになってるんですね。そうですね、はい、これをね、はい、後ろにつけてあげて、はい、いいよこれ、はい、これで超簡単じゃん。もうパンボいらないんじゃないっていう。もういいです、ね。ここを持ってもはい、はい、パンができるっていう。はい、で、まあちょっとね角度がこうしたいとか、うん、こうしたいとか、うん、いう人にとっては別にここで、うん、あ、絶対いいと思うな。止めてあげて、うん。ちょっとやっていいですか。はい、もちろん。普通のパンボしかちょっとやったことない自分がちょっとやってみます。うわ、めちゃくちゃいいなこれ。これストレスが減りますねこうなってるのと全然違うな、ここでやると。だからやっぱこう、うん、キュッとカメラとね、うん、一体感が増すというか、うん、小さくなるっていうか、一つのこうなんていうの、棒、自分も含めて棒になるみたいな、こう、うわ、めちゃくちゃいいわこれ。これだったら俺物流できるな、これダイヤモンドできるな、すごいいい。これなんかちっちゃくなることで、うん、なんか取り回しもねすごく良くなるんじゃないかなって思って、うん、いいですね、これいいわ。僕がねドラマをやってた時のカメラマンで松石さんっていう方がいらっしゃったんですけど、はいはいはい、に教えていただいた
あの、まあ、ちょっとだけタイプは違うんですけど、うん、まあ、ティッシュさんは、まあ、あの違うところにつけてたんですけど、うん、長さ的にはこれでいいんじゃないみたいな、うん、はい、松石さんにちょっと感謝した方がいいですね。そうですね、わ超いいじゃんこれ、はい、続いてはですね、はい、あのいつもこんなもの買ってすごくいいですみたいなことばっかり言ってるんで、うんうん、ちょっとねこれせっかく買ったのにちょっとイマイチだったなっていうものも、うんうんうん、まあせっかくなんで、うん、あの皆さんにお伝えしようかなと思って、うん、はい、こちらのね、うん、ちっちゃい、そうスモールリグさんから出てますホークロックっていうものなんですけど、本当すごいちっちゃいものなんですけど、まあ、何に使うかっていうと、これに細かいね、それが2つくっついて1つの商品、そうです、ね、この状態で売ってました。これがこういうふうになりますということですね、はい、で、まあ、今ここにねモニターありますけど、モニターにこうやってね六角でモニターにくっつけたりすると、でこっち側はですね、うん、フレキシブルアームにつけといてあげると、うん、この付け外しが簡単にできますよっていう、ネジいちいち回さなくていい、そう、こういうの外すのってこっち側を回したりモニター側を回したりして、うん、まあ、こういったねネジ自体にもあんま良くないし、うん、まあ、そもそもにしてこの取り外しがねすごく煩わしかったりするんですよね、うんうんうん、なのでそれ用に買ったんですよ、うん、まあ、そういうのが欲しくて、うん、でさらにちっちゃくて、うんうん、買ったんですけど、うん、これ今アトモスの忍者V 5インチのね、うん、非常に優秀なモニターですけれども、うん、これ3点ネジがあって、うん、両サイドに2つピンがついてて、うん、これぴったりなんですよ、はい、なんですけどモニター側に必ずしもこの穴が開いてるわけじゃないじゃないですか、うん、でつけたいものにもこの穴がないって場合は、うんうん、このピン自体をこうやって外させていただいて、あ、どうやって外すんですか、あ、六角なんだ、そう、すんごいちっちゃい六角で、ちっちゃい六角でねじりゃいけんだこれ、はい、でこの真ん中のねネジだけがつくような状態で、うん、ギュッてつくんですけど、うんうん、なぜかこのプレート自体が小さいからなのか、うん、使ってるうちにですね、うん、むちゃくちゃ緩んでくるんですよ、すぐ、うん、普通に取り外ししなくても、取り外しはするけど、うん、でも何回かやってるとこれがね勝手に緩んできちゃって、うんうん、グラグラになっちゃうんですよ、ネジの精度じゃないですかこれ、何なんですかね、うん、特にね僕が感じたのはあのホリランドのマーズ 400S プロ、はいはい、ああいう飛ばしなんかにつけてると、はい、すっごいグラグラしちゃって、いつの間にかもうなんか本当外れる寸前までになっちゃうんですよね、あやばいね、ちょっと残念で、残念だな、すごくね物自体はコンパクトにできてるし、うん、いいのに、うんうんうん、ただまあこのアトモス忍者 V とかに使う時とかは、うん、もちろんここにね、うん、3つあの、まあ、ネジとピンが2つついてるので、うん、すごく使いやすいは使いやすいと思うんですけど、うん、まあ、あと本当細かいことなんですけど、この先にこの機構が入ってるから、うんうんうん、あれですよ、この、はいはい、爪ね爪があるから、はいはい、あんまり長いネジ刺さないんですよ、ああそうなんだ、ちょっと浮いちゃうっていうか、あここに隙間ができちゃうから、それもなんか緩む原因になっちゃうんですよ、これぐらいだったら大丈夫、それ多分ギリですね、ギリか、これ実は浮いてるの見えます、あ本当だ、あ浮いてるわ、隙間ができちゃってるの分かります、ね、上まで行ききらないんだなこれ、本当はこれってプレート自体がピタッてくっつけばロックできるはずなのに、くっつく前に上のネジがこのここに当たっちゃってるんですよね、うんうん、ただまあ大丈夫は大丈夫、あちょっと動くな、ちょっと要注意かなこれ、
若干ロケやりながら気にしなくちゃいけないですね、これはね。そうなんですよ、はい、っていう、はい、あの本当に細かいことなんですけど、はい、現場ではその細かいこと一個一個がストレスになったりとか、うん、すごくね、あの、うん、急がなきゃいけない時にああってなっちゃう、うん、瞬間があるんで、そうね、こういったところはね、ちょっとだけね、うん、今回のこのスモールリーグのフォークロック、うん、これに関してはね、ちょっと残念だったかなっていうところが。考え方はいいですけどね、うん、これをクイックでこう外せるっていうのはいいですけどね。で、これがまたすっごいちっちゃくて軽いっていうのが、うん、あ、そうね、いいなと思うんですよね、うん、僕は。じゃあですね、はい、今日は長崎さんによる内水リーグのこのちょっとパンボにも使えるんじゃないかっていう、はいはい、この機材と、はい、スモールリーグさんの、はい、フォークロック、はい、まあ、モニターとかの時、つけるようにあるやつですね。このちょっと2点を紹介しました、うん、まあ、他にも何かあれば随時ちょっと更新していきたいと思います、うん、そうですね、はい、というわけでですね、はい、今回の僕たちのこの動画見ていいなと思った人、はい、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。